シナプシュチャンネル。せーの、立って座ってプシュー。はい、シナプシュチャンネルです。プロデューサーの飯田と、サバナのお兄さん、川ちゃんです。はい、川ちゃんをお迎えしてます。よろしくお願いします。さあ、今日は あの立って座って立ちよう万歳の振り付けをですね、皆さんに授業じゃないか、伝授したい。そうです。前回のね、プシュソングフェスで、もういろんな子たちがね、何千人の子たちが踊ってくれて、やりながら途中気づいたんですよ。僕めっちゃ前で踊ってますけど、この踊り方、誰にも教えてない。誰にも教えてない。さあ、立って座って立ちうお万歳の踊り方なんですけども、サビです。もうサビが踊れたら OK です。OK。はい、皆さん歌詞に合わせていきますよ。まず、立って、手を挙げます。立って。次は座って座ります、はい、で、立ちうお万歳、はい、聞きましたか？立って座って立ちうお万歳、こう立ちうおで溜めて万歳します。はい、立って座って立ちうお万歳です。はい、はい、できそう。で、次、立って座って立ちうお、ここでグーにします、はい、で、イエイイエイと右に振ります。はい、もう一回いきますよ。立って座って立ちうおイエイイエイ、楽しい。いいですね。もう一回いきます。立って座って立ちうお万歳です。万歳。この後ギラギラワの時はこう手をキラキラします。ギラギラはマニキュアに通過で、ここから右左右左です。マニキュアを見せてるってことですね。そうなんです。じゃあサビ通していってみましょうか、はい、ゆっくりいきます。いきますよ、せーの。立って座って立ちうお万歳、立って座って立ちうおイエイ、立って座って立ちうお万歳、ギラギラはマニキュアに使うんです。おー、すごい、できました。楽しい。これでもうね、バッチリじゃないですか。サビはこれですけど、それぞれのね、なんでのとことかみんなでイメージして、ね、アレンジしてください。こうじゃなきゃいけないっていうんじゃなくてね、全くありません。楽しんで踊ってもらえれば。やってみよう。ピッピッピッ。さあ、この曲はね、ラジオ体操をね、さあ、ラジオ体操をモチーフにしたので、これ踊っていきましょう。さあ、いきますよ。立って座って立ちうお万歳、立って座って立ちうおイエイ、立って座って立ちうお万歳、ギラギラはマニキュアに使う。楽しいです。バッチリですね。なんで、あ、ちょっと、ここはもうフリースタイル。フリースタイル。立って泳ぐか、みんなイメージして。なんで立ちうお立って、はい、立ったら立ちうお立ちうおなんです。はい、諸説あります。諸説あります。皆さんご了承ください。いきますよ。立って座って立ちうお万歳、立って座って立ちうおイエイエイ、立って座って立ちうお万歳、ギラギラはマニキュアに使うんです。何年でもこうやったかわいいですね。かわいい。中央たちが揺れようと呼ばれたか、立って泳ぐ姿が触れない、映らなくなるから、調節。はい、この後ですね、野球大会やります。いきますよ。はい、立ってるとバチを感じていると、野球やめたくないな。座る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 、大きい立ちをドラゴン級、ここはね、ぐるぐる回ります。はい、いきますよ。立って座って立ちうお万歳、立って座って立ちうおイエイエイ、立って座って立ちうお万歳、ギラギラはマニキュアに使うんです。みんなで大きい声を使うんだ。バッチリ。楽しい。バッチリ。やばい、楽しい。楽しいですよ。毎朝踊った方がいい。ピッ。あ、面白い。よかった、バッチリでしたね。これぐらいの尺なら踊れそう。は
はい、でね、ちっちゃな赤ちゃんはね、パパママがこう立って座ってとか、お膝の上でやってあげるだけで、ね、それっぽくなって、そうです、膝の上でね、いろんな体操してあげてください。あ、またこれね、プシュソングフェスで聞きたいな。やりたいです、やりたいです。なんかもうライブが盛り上がる曲をこれからもいっぱい作ってもらって、はい、そうですね、うん、ちょっと次はサンバ調の曲とかね、サンバいいね、サンバやりましょう。みんなでね、プッシュソングフェスで踊りたいと思うので、皆さんぜひマスターしてください。はい、というわけで魚のお兄さん、かおちゃんでした。 ありがとうございました。